習でも4日間やった量を2日で復習するの無理じゃねって多分思うと思うんですよ。うん、確かになんか難しそうですね。ただそのためには大前提があります。はい、4日の時点で正解率が100点とか 95% ぐらい取ってないと無理です。その日のうちにってことですよね。武田塾チャンネル。武田塾のこうなんていうかこう特徴っていうか、はい、としてやっぱ勉強のやり方を、うん、教えるっていうところあるじゃないですか。そうなんですよね。竹内君は勉強のやり方がもう一番ですよね、うん、はい、はい、なので、うん、今回その勉強のやり方っていう部分を、はい、せっかくなんでちょっと話していこうかなと。おお、いいですね。あの勉強のやり方基本編ってことでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では続いて、はい、4日2日の2日の方ですね。2日の方ですね。この2日は何するんですか？寝るんですか？いや、もうさっき言いましたけど復習日ですよね、はい、おー、復習する。矢部先生、はい、復習日必要でした？復習日ないと死んでました。なんで？いや、4日間完璧にしても、うん、やっぱり忘れますね。まあ、下手すら4日持たないよね。そうですね。下手、なんか始めたての頃とか2日間で復習したいレベルだよね、うん、そうですね、確かに、うん、だから1日目と2日目のことほとんど忘れますね、はいはい、あの勉強する上でやっぱすごく大事なのって、うん、やっても忘れるってことなんですよね、うん、そうですね。忘れる前提でやっぱ計画立てないと、うん、かなりあの難しいっていうのがあって。そうですね、うんうん、復習でも4日間やった量を2日で復習するの無理じゃねって多分思うと思うんですよ、うん、確かになんか難しそうですね。でもね、はい、実はこれは可能なんですよ。おお、ただそのためには大前提があります。はい、4日の時点で正解率が100点とか 95% ぐらい取ってないと無理です。その日のうちにってことですよね。そうすると4日間経った後でも正解率があんま下がってないんですよね。うん、確かにそうですね。下がっても7割8割ぐらいで済んでたりすると、うんうんうん、そうすると1日あたりで間違えてるのが2割3割で済むわけじゃないですか、はい、だからそれを4日分になったとしても、うん、量はかなり減ってるし、しかも間違えたやつでも一旦正解にしてるから結構すぐ思い出せたりするわけなんですよね、うん、なるほどなるほど、確かに、うん、毎日その時 100% ってやってくれたら復習日でやるとこかなりやっぱ減りますし、うん、それで結局やっぱり7日目のテストみんないいんですよね、そういう子は。うただやっぱり毎日 100% にしないと結構確認すればできないですよね、うん、もうこれはもう本当もう決まってますよね、これはもう。そうで、うん、さらに言うとこの2日後なくても、うん、そのテストの日で乗り切れちゃったりすること結構あると思うんですよ。ありますね、この要は一夜漬け、うん、だけどこれは、はい、やっぱり、ね、目的が最終的にずれちゃってると思うんですよ。なるほど。どういうことかっていうと、はい、それ入試に使えるのって話なんですよ。そうですね、要は定期テスト一緒になっちゃいますよね。だからもったいない。これよくあるあるパターンなのが、あるあるですね、1週間乗り切ればいいと思ってる勉強になりがちなんですよね、はい、その4日の時は 100% にするけど2日間をサボるケースはこれですよね。ね、そう、それをちょっとねやっちゃってるって人よかったらねコメントでね、反省して次からやらないようにしてください、うん、はい、はい、復習する日っていうのはできてりゃしなくていいんでしょって思いがちかもしれないけど、うん、本当にできてるのかを確認して、うん、できてなかったら復習する日なんですよ、うん、だから確認次第でできてると思ってカットするのは絶対ダメなんですよね、うん、ですね、うん、なのでこの日にちゃんと復習して、しかも2回前半やり直して1週間で4日2日のペースの参考書は3回全問正解にして初めて課題をこなしたとみなされると、うん、その上でテストに臨んでると。で一応武田塾の中では8割超えてればテストにね、うん、あのクリアとは言ってんだけど、本来だったら 100% じゃなきゃいけないですよね、うん、だから、まあ、単語とかだったら1個2個間違えて 98% ぐらいとかでね、で数学とかだと1問間違えたらねテストが10問ぐらいしか出なかったりするから、そうですね、それはまあ 90% とかになっちゃうからそれはしょうがないかと思うんだけど、うん、でも100点取れて当たり前でしょと思うと思うんですよ、そこまでやってれば、うん、そうですね、100点やっぱ取らないとですねって思ったら、100点じゃなかったら超悔しいと思うんですよ、うん、だからもし今勉強してる中で100点じゃなくて悔しくないと思っちゃってる人はやっぱ100点の目標とした勉強にやっぱしていかないとだんだんそのハードルは下がっていっちゃうよと。本当に今の時点でもできるかなっていうのを1回100点じゃなくて今でも100点なのかをちゃんと確認して、できてなかったら持っていくようにしましょうってことですね。はい、それを2日の中でやってくださいという形です。はい、では続いてね、その6日0日ペースの場合どうするかを話していきたいと思います。はい、はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか？ちょっとね新企画のあの
背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているのでぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。